ごいよ、これは。うわー、皆さんの盛り上がりがすごい。すごいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、こちらの番組はですね、500万 ID を突破したセガゲームスの送る大人気オンライン RPG ファンタシースターオンライン2、略して PSO2 に関わる新情報や新しい企画を通して、PSO2 をもっと楽しむためのさまざまな情報をお伝えしちゃう、情報公式番組でございます。はい、ということで今回、ここの幕張会場でやってるんですけども、はい、放送自体は29回目ということで。29回目、行きました。行きました。ありがとうございます。MC の諏訪彩香です。よろしくお願いします。お、29回目感ゼロですけどね。29回目のはずなんだけどな。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして、私と一緒に MC を務めてくださる、なすなかにしのお二人です。どうも、なすなかにしの、こっちが今、なかにしとなすです。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、そして私たち3人に加えましてですね、1月からですね、毎回ゲスト MC をお迎えしてお届けしているんですが、はい、今日来てくれたのはこちら、じゃん、藤本ゆいちゃんです。はい、ゆいちこと藤本ゆいです。よろしくお願いします。ゆいちお願いします。よろしくお願いします。いいですね、明るくなりますよ、パッと明るくなりますよ。はい、ということでこのメンバーで今日はお届けしたいと思います。はい、はい、じゃあ早速ですよ、感謝祭始まりましたが、そうですね、はい、もう始まりました。はい、はい、じゃあもうせっかくなので、はい、いつもね番組でやっているあの大人気コーナーをやっちゃってください。正直人気というのは聞いたことがないです。そうですね、いやいやいや、きっと一応ちょっと今日もね、はい、感謝祭ですが、一応準備してまいりましたんで、はい、今日はねちょっともう会場の方も たくさんいらっしゃいますし、クイズしたろうかなと思ってます。おお、はい、いきます。カメラこちらでいいですか。はい、クイズ、はい、これね、うちのですね松竹芸能の楽屋で撮った那須くんの風景なんですけども、この中に PSO2 のあるものが隠れています。果たしてどこにいるでしょう。じゃん、さあ見てください。マジでこれどこだと思います。撮ってるの誰ですか。いいですよ、カメラさん寄っていただいて全然大丈夫です。何すごい、ただめちゃめちゃ絵になりますね。どうです、会場の方分かります。鏡に映ってる。さあ、どうですか、この中に隠れています。 PSO2 感、PSO2、 どういうことだ。あ、これ中西さんが撮ってるのか。そう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 、中西さんを撮って、どこだ、わかんない。なんかおしゃれな、分かる方いますか。鏡とか、なんかコメントでも答えてくださってますよ。おー、来てますか。ブラックニャックとか。なるほど、スクリーンショット撮ってるってこと。あ、なるほど。あ、違いますね。わかんない、正解いきましょうか。はいはい、那須くんのこの頭のとこ見てください。頭、なんかおかしいですよね。なんかある、なんだこれ。ちょっとじゃあこれを拡大した絵を見せましょう。どういうこと。こちらになります。あれれれれれれ、那須くんの頭にクォーツドラゴンが刺さってますよ。やかましいわ。ほんとだ、いる、刺さっていたよ。しかもなんか急に色づいてる。ありがとうございます。急にだけちょっと、急にわかりやすくなってる。気づかなかった。正解者はいなかったですかね。そうです、コメントで皆さん考えてくださってた中に、はい、一つコメントで、はい、真面目に考えるなって流れてた。もうよくご存知。そう、よくご存知、まあ、確かにね、はい、一応これ、今日こういうのやるって言って、うちの妻に先に見せてました。見せてきた、梅小町の高田さん、そしたら妻は、あとはあんたの自信だけやって言われました。いい嫁やな。ありがとうございます。何の話だ。はい、ありがとうございます。お付き合いありがとうございます。いやいや、ありがとうございました。はい、ということで、ではですね、ここでちょっとお知らせ、はい、何でしょう、があるんですけど、中西さんのオープニングクリップ芸の名作たちをですね、はい、感謝祭の PSO2 ミニミュージアムコーナーでご覧いただけます。そうですよね、会場の皆さんありがとうございます。はい、展示されてる、先ほども映像で流れてましたが、はい、そしてその他スターメーカー
館で、うん、ゲストの皆さんが描かれたお題なども、はいはい、展示してありますので、ぜひ会場に来た皆さんは、見に行ってみてくださいねということです、うん、ありがとうございます。これ唯一実際にね、さっきその、うん、ロケ的なことで行かれてた、はい、行かせていただきました、うん、どうでした？結構並んでたんでしょ、あの声優さん、はい、たくさん並んでらしたんですけど、お二人の絵の特徴がすごすぎて、うん、なんかあの美術館みたいな、はい、あそんな感じ。諏訪さんのもあるって。あ、はい、嘘、私のもあるの。諏訪さんのもあるの。私そんな展示とか言う、うん、そほどのレベルじゃないんですけど、うん、いや、いいですか？しっかり飾られてましたよ。へぇ、はい、ぜひ。なんだあれ。いやでも、ぜひぜひ、確か須崎あやちゃんの描いた、うん、あなんかニットの、緑のニットエプロンみたいなのさ、確かあのショタみたいのもいて、あさっきいると思って映像でもあったんですけど、過去のやつもねいっぱいありますから。でもありがたいですよ、はい、ぜひ見てください。ぜひぜひ皆さんご覧ください。はい、はい、それでは最初のコーナーに行ってみたいと思います。最初のコーナーはこちらです。あ、本日夜に実施される緊急クエストを視聴者の皆さんと決めてしまう緊急クエストアンケートです。はい、やりましょう。はい、行きましょう、行きましょう、はい、ということで本日はどんなものを。はい、行きましょう。本日の緊急クエストのアンケートこちらになります。はい、ちゃんとさあ出ました。あれも、はい、本日23時からのクーナスペシャルライブ、はい、コズミックトゥインクルスターと光の果ての後にですね発生する緊急クエスト、放送をご覧のアックスの皆様にアンケートで選んでいただこうと思います。うん、今回のクエストは同じダークファルス、ペルソナ、両方ペルソナなんだ。そうなんです。今回はね、レイドクエスト、悲劇を願う破滅の共演となりますが、うん、対象となるフォームを2パターン用意しているということでございまして、はい、1番は悲劇を願う破滅の共演、エルダーとアプレンティス、はい、2番はルーサーとダブルということでございまして、どちらもレアドロップ倍率 200%、 経験値プラス 200% となります。なるほど、はいはい、こちらですが現在開催中の悲劇を願う破滅の共演へのレアドロップ倍率プラス 100% に追加でかかるブーストの値となります、うん、さらに、うん、ライブブースト効果でレアドロップ倍率&経験値プラス 10% もかかりますとのことでございます。はい、ほらこれ両方ペルソナですからね、フォームが違うということでございます。そうですね、これはなかなか読めないな。1と2ということでございます。そうです、ちなみに会場の皆様だったらどちらでしょうか。そうですね、ちょっと聞いてみましょう。拍手の方していただけたらと思います。はい、1番だと思う方拍手。おお、おーすごい、これは 1圧倒的なんかな。 ありがとうございます、ありがとうございます。さあちょっと多いかなと思いますが、そうですね、ちょっと2も聞いてみる。2も聞きましょう、はい、私は2だよと思う方拍手。あ、これは会場では一応1の方が多い、確かに、多かったということでございます ね、 すね。今日ね、うん、皆さんの持ってるそれ俺甲子園でしか見たことないよ本当野球のね応援で使う、いいですね、あれめっちゃいい、うん、あじゃあアンケートの方は行きましょう、行きましょうか、はい、じゃあアンケートの方よろしくお願いします。お願いいたします。スタート。さあどっちだろう。そっか、会場では1の方がエルダー、アプレンティス、うん、フォームがね圧倒的でしたけども、なんかここ最近はこう会場でね、あの皆さんに聞いてみたら結構綺麗に分かれる時があったんですけども、そうですね、今回ちょっと圧倒的に1番ですね。そうです、結構ね、そう差がありましたけどね、うん、はい、どうなんだろうな。さあ、はい、コメントでは一体どうなるのか、カウントお願いします。じゃあ、うん、3、2、1、終了。じゃあね、こちらではどんな結果になってるのか見ていきたいと思います。結果お願いします、うん、結果こちら、あ、圧倒的、圧倒的ということでございまして、はい、ということで本日のこの緊急クエストは1番、エルダーアプレンティスのフォームの方になります。これはさっきルーサーとダブルのコスプレされた方裏でへこんでるんじゃないですか。この時はねまた違いますから。そうですね、はい、はい、うんうん、はい、ということで、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました、うん、以上緊急クエストアンケートでした。はい、はい、続いてお次のコーナー行きたいと思います。お次はこちらです。はい、
い、ということでこちらは PSO2 に関わるキャンペーンやグッズ、オフラインイベントやコラボレーションなど PSO2 を取り巻く様々な情報をまるっとお届けしちゃいます。 PSO2 サテライトインフォメーションのコーナーです。いということでここからは私ツアーとゆいちゃんと一緒にお届けしていきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、ではまず私からご紹介いたします。はじめにご紹介するのはこちら、ドン。はい、PSO2 プレイステーション4版のクライアントダウンロード数が3月8日に100万を突破いたしました。はい、ということで2016年4月の PS4 版サービスインから約3年での達成となりました。今回100万ダウンロード突破を記念いたしまして4月上旬からキャンペーンを実施予定です。詳細につきましては後日プレイヤーズサイトにて発表させていただきます。ということで続いてはこちらです。はい、2月27日よりプレイステーション4用の PSO2 テーマ第7弾が配信中です。プレイステーションストアにて無料でダウンロードすることが可能です。配信終了済み以外の過去配信したテーマもダウンロードできますのでぜひぜひ皆さんご利用してみてください。はい、はい、そして続いてはこちら、今月のお得な決済キャンペーンのお知らせです。ウェブマネーでは3月12日火曜日からキャンペーン第37弾としてプレゼントキャンペーンを実施いたします。ウェブマネーを利用して一度に5000円分以上の AC をご購入いただいた方から抽選で400名様に1000円分のウェブマネーポイントをプレゼントいたします。この機会にぜひウェブマネーをご利用ください。はい、ということで続いてこちらです。はい、はい、現在プレミアムセット購入キャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中にプレミアムセット90日をご購入いただいた方全員に新年サイドですね、2019マットや王者の紋章などのアイテムをプレゼントいたします。本キャンペーンは4月24日まで実施いたしますのでこの機会にぜひ様々なサービスをお楽しみいただけるプレミアムセットをご利用してみてください。はい、はい、ということで続いてはこちらです。3月20日水曜日より全国の公認ネットカフェにて春のアイテムゲットキャンペーン2019を実施いたします。キャンペーン期間中公式ネットカフェから接続された方は全てのクエストでレアドロップ倍率プラス 66% 獲得経験値プラス 66% カフェポイントも2倍となっております。さらにネットカフェからの接続時間に応じてなんとアイテムをプレゼントされています、はい、チャットキーワードプレゼントも実施いたしております。お得なネットカフェをぜひぜひご利用してみてください。はい、はい、ということで続いてはこちらです。はい、現在ローソンにて PSO2 プリペイドカードのキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中ローソンでプリペイドカードをご購入いただき AC をチャージした方に、ローソン限定購入特典のブーストアイテム、唐揚げくんを通常の2倍の個数プレゼントしています。嬉しい、はい、ゲーム内でのアイテム唐揚げくん増量キャンペーンは3月24日まで実施いたしております。ぜひお近くのローソンでこちらのカードをチェックしてみてください。食べたくなってきました。唐揚げくん美味しいよね。美味しいですね。2倍もらえますから、ぜひぜひ行ってみてください。はい、はい、続いてこちらです。はい、通信カラオケジョイサウンドシリーズで PSO2 関連楽曲が続々追加配信中です。シャッフルスマイリングなどファンタジック QM が歌うですね、はい、新曲に加えゲームやアニメのキャラクターソングシリーズから人気の楽曲がこの度追加配信が開始となりました。この他クーナのライブ曲など多数の PSO2 関連楽曲が好評配信中となっておりますのでぜひお近くのジョイサウンド導入店やジョイサウンド直営店にてお楽しみください。はい、そしてジョイサウンドさんは本日ですね会場内のカラオケブースを出店してくださっていまして、ね、ありがとうございます。そうなんです、ありがとうございます。はい、PSO2 の楽曲を歌っていただくことができまして、はい、さっき私とナユタもあの歌わせていただいたんですけど、歌ってたね、ドローコイコイ、ね、もうさっき歌わせてもらって、ね、すごい皆さん、あの一緒に盛り上がってくださるんで、ね、あの皆さんがカラオケ歌われたっていらっしゃいますか。歌いましたよって方、いらっしゃる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 、ね、そうなんで、ぜひぜひ皆さんまだあるのでやってみてください。さっき、いち太郎くんも歌ってたんだよね。いっちゃん歌ったの？歌ったって言ってましたよ。マジで？そう。ほんでなんか自分が歌い終わったらモアイさんも歌いますって無茶振りして去っていったらしい。モアイさんも歌ったんだ。モアイさんも歌ったんだ。言われてました。そう。私はなんかスワちゃんも歌っといてよって言われて。お前歌って。清澄歌ったりとか言われたんですけどね。お前。じゃあまた後ほどね、那須くんもラブイズオーバーちょっと。いや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 。PSO2関係ないじゃないですか。関連のね。いいですよねこれ。今もなお
ってるんだって。そうなんですね。なんかね、たまに歌声が聞こえ、あれここですよね、ここすぐそこ。そう、聞こえるんだよ、聞こえるんだよ。ですよね、なんか歌声たまに聞こえてきますけど、はいはい、ね、いいよね、うん、盛り上がって。ちなみに、あれですよね、なゆたんとゆいちが歌ったレアドの恋恋は83点という、なんか83点。そうですね、ちょっと、ええ、そこそこだったんですけど、でも80点台いけば。そうですよね、そうだよ、ね、高いよね、80点台、ね、すごい高い。楽しく歌えるので、ぜひ皆さん行ってみてください、うん、はい、お願いいたします。はい、ということで続いてはこちらです。はい、昨日3月9日から全国のビレッジヴァンガードのコラボ対象店舗にてコラボグッズの販売がスタートしました。ゲームで使えるオリジナルアイテムコード、特典付きのコラボグッズ、1種類目のですね、特製カレーとスプーンセットは打撃、射撃、砲撃の3種類があります、うん、通常のスプーンは銀色ですが、ランダムで金色のスプーンが入っています。これも手に入れた方いらっしゃるでしょうか。金色当たった方いらっしゃいます、いらっしゃいます、あ、いらっしゃいます、いらっしゃるわ、当たった、はい、そうなんだ、素敵、カレー美味しいか、美味しかったですね、カレー美味しかった、番組でも食べたんだけど、ね、この間食べたのよ、我々、はい、めちゃくちゃ美味しいよ、そう、すごい、うん、美味しい、うん、3種類とも結構味にね、それぞれほんと違いがあって、そうですね、もう金色でも全然すごい可愛いんでね、可愛い可愛い、はい、はい、ぜひぜひ皆さん3種類ともに、ね、税別1580円となっていますので、うん、ぜひ皆さんご買い求めください、はい、はい、続いてはこちらです。はい、2種類目はですね、もちもちぬいぐるみクッションとなっております。これいいわ、はい、ラッピーとリリーパ族がぬいぐるみクッションとなって登場しています、うん、2種類とも税別3280円です。そして特典アイテムコードは全7アイテムとなっております。これいいよ、これめっちゃ気持ちいいんですよ、感触が可愛いですね、そう、本当にモニュモニュで、うん、なんか赤ちゃんのほっぺみたいで、うん、はい、赤ちゃんのほっぺってモニュモニュなんや、赤ちゃんのほっぺみたいに言われなくって、もうちょっと触っていたくない、もちもちって書いてんのに、もちもちって書いてんのにモニュモニュで例えてくんのじゃあもちもちでいいですでいいもちもち、はい、もちもちなんで、そうそうそう、ぜひぜひ皆さんもこれ感触も触ってほしいですね、ね、はい、はい、うん、チェックしてみてください、はい、はい、ということで次のお願いします。はい、ということでですね、ここのですね、幕張メッセから近い店舗であれば船橋のですね、ララポート東京ベイ店や津田沼パルコ店でのコラボグッズが発売しています、うん、詳しくはですね、コラボ特設サイトをぜひぜひチェックしてみてください。はい、ゆいちゃん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということでまだまだね、いろんな情報ありますので、はい、どんどん、紹介していきたいと思います。いっちゃってください。はい、続いてはこちらです。どどん、はい、4月21日の名古屋会場より発売が開始される新グッズを紹介します。名古屋といえばスワッチですからね、はい、そうです、名古屋出身なので楽しみです、はい、こちらはですね、ラッピー、リリーパー、アークマが和雑貨になって登場したものでございます、うん、こちら布製センス2っていうものなんですけど、うん、こちらは花火をテーマにしたデザイン、うん、で、マスコットキャラたちの可愛さはそのままに大人向けのシックなデザインに仕上げました、うん、はい、そして湯飲みと、畳コースターと一緒にいつもとは違う和の雰囲気の PSO2 を楽しんでくださいね、ということで、いいですね、なんかもう夏に向けてのね、畳コースターとかいい、可愛らしい、いいですよね、可愛らしい、なんかコースターで畳ってあんまなかなか、これだから小さい額を作って入れるだけでもいいかも、そうだね、確かに飾るのもいいじゃないですか、おしゃれですね、もうこう涼やかにぜひね、これから使っていただきたいなと思います、うん、はい、はい、続いてはこちらです。はい、初のグッズ化となるイドラファンタシースターサーガより、うん、メインキャラクターが豪華に集結したアクリルスマホスタンドとキービジュアルの美麗なイラストを楽しめる B2 タペストリーが発売になります。イドラのグッズが、そうなんです、イドラのグッズ初めてということで、ぜひね、ぜひプレイヤーの皆さんは期待していてください。はい、イドラもすごい、色彩の感じとかすごい好きで、ね、そうだよね、グラフィックがね、そうなんです、すごい素敵なので、ね、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。では続いて参りたいと思います。続いてこちらです。はい、昨年10月に開催されたファンタジック 3D ライブ2018の東京 MX さんでの特番放送日が決定いたしました。はい、こちらはですね、ありがとうございます、こちらはダイジェスト版での放送となりまして、3月31日の24時30分から放送予定となっております。
はい、ちなみにこちらのナレーションはですね、なんとマトイ役の佐藤さとみさんによる取り下ろしということで、そうなんです、特別にマトイちゃんがナレーションしてくれますので、ぜひぜひね、はい、こちら行った方も行ってない、なかったよっていう方も楽しめますのでお見逃しなく。さらに同じくですね、ファンタジック 3D ライブ2018のブルーレイに関する情報でございます、はい、まずはこちらの映像をご覧ください。はい、いや素晴らしい、はい、ご覧いただきました。めっちゃリアルだね。可愛い、こ、うん、のこのノイちゃん。超可愛い。はい、うん、ということでですね、こちらファンタジック 3D ライブ2018のブルーレイを4月21日開催のファンタシスター感謝祭2019名古屋会場にて先行販売いたします。はい、一般発売日は4月24日となります。ファンタジック 3D ライブ2018の内容を、開演前後のアナウンスまで含め余すとこなく収録しています。はい、ちなみにこちら購入特典にですね、ライブ来場特典と同じロビーアクションのボーカルパフォーマンス8とルームグッズの電子ドラムとピアノマットが手に入るアイテムコードが付属です。はい、そしてさらにリアル来場特典としまして配布しておりあリアル来場リアル来場特典として配布しておりました、PSO2TCG の PR カード、うん、そしてファンタジック QM がキラカードにグレードアップしてブルーレイに同封されます。こちらキラカードはこのブルーレイだけとなりますので、うん、ぜひお見逃しなくということでございます。はい、そして続いてはこちらです。はい、 PSO2TCG 初の公式イラスト集が本日ファンタシスター感謝祭2019東京会場にて先行販売中でございます。はい、こちらはですね、はい、明日3月11日より一般発売が開始ということになります。はい、うん、はい、PSO2TCG ボリューム1の1から1の3までのカードイラストをスターターやリミテッドエディションを含めて完全収録しました。多彩なイラストレーター陣が手掛けた書き下ろしイラストの数々はアークス必見の内容となってます。特典として PSO2 ゲーム内で使えるアイテムコード付き、そしてPSO2TCG オリジナルのロビーアクションや武器迷彩などのアイテムと交換可能な TCG メモリが入手できます。こちら詳しくは PSO2TCG 公式サイトにてご確認ください。はい、うん、ではではどんどん参りたいと思います、はい、続いてはこちらです、うん、はい、ことぶき屋さんによるプラモデル PSO2S ジェネの紹介です。はい、こちらですね、本日のファンタシスター感謝祭2019東京会場でも原型を展示しております。はい、うん、ステラ・イノセントのコスチュームをまとったジェネを徹底再現しており、ジェネが使用する武器のフォシルトリクスも付属しています。ジェネの身長よりも長く、そのサイズや仕様も徹底にこだわって作成されました、会場にお越しいただいたアークスの皆様はぜひぜひチェックしてみてください。こちら価格や販売時期など商品の詳細につきましては後日 PSO2S プレイヤーズサイトやことぶき屋公式サイトにてお知らせいたしますので、はい、ぜひぜひ続報の方お待ちください。すごいね、作りが細かくて ね、しかもこの武器のねフォシルトリックスっていうのもかっこいいです ね、はい、ぜひ楽しみにしていてください。ではこちら最後のグッズ紹介となります。はい、PSO2 エピソード6スターガイド、スタートガイドブックの発売が決定しました。はい、
こちら待望の新クラスファントムはもちろんのこと、エピソード6から登場する数々の新コンテンツを最速解説しています。最新スペックに対応したクラスガイドや、これまでに実装されてきた、お楽しみ要素や便利機能など豊富なコンテンツガイドの解説も盛りだくさんです。これから始める初心者の方に向けてもシステム解説も、搭載しておりまして、全 PSO2 ユーザーに向けた大充実の一冊となっております。こちら詳しくは後日 PSO2 プレイヤーズサイトにてご確認ください。はい、こちらさっきもね、あのコスプレされた方もね、うん、そうですね、お話したけど、もう6これからですので、うん、皆さんぜひぜひ、ね、はい、こちらの一冊もゲットしてみてください。お願いいたします。はい、お願いします。続いては新コラボ情報の紹介です。よろしくお願いします。はい、ということで来ました、異世界コメディの決定版このスバこと、この素晴らしい世界に祝福をシリーズとコラボ決定しました。イエーイ、ありがとうございます。あ、これはもう盛り上がってますね、会場もね。このスバ来ました。今回のコラボレーションでは2019年公開の劇場版新作映画この素晴らしい世界に祝福を、紅伝説とのコラボレーションになります。カズマ、アクア、メグミン、ダクネス4人をモチーフにしたアバターアイテムに加えて、テレビアニメ版の、ワンシーンを再現したロビーアクションも配信いたします。さらに今回はメグミンのライバルであるユンユンをモチーフにしたアバターアイテムの配信も決定しました。こちらの配信時期は5月中旬を予定しております。楽しみです ね、うん、こちらの詳細につきましては、今後の感謝祭のステージやプレイヤーズサイトにてお知らせいたしますので、皆さんこちらの情報も楽しみに待っていてください。はい、はい、うん、実はこのスパスワも出てるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです、だから嬉しくて、コラボするんだと思って。すごいですよね。このスワですね、このスワですね。あ、れちょっとそれはなんかいろいろ怒られて、このスワはちょっと怒られてると思うんですけどこのスワ、いや素晴らしい、いやいや本当嬉しいです。なので皆さんぜひです楽しみに待っていてください。ということで今回のサテライトインフォメーションは以上です。ではゆーちゃん、はい、いきますよ。はい、せーの、 PSO2 サテライトインフォメーションでした。あ、そうか、まあ、ギリギリな感じか。やった、はい、かった。なぜ揃えたいのかは分かりませんけど、毎回ここやるよね。はい、羽根なしです、揃って優しいな、みんなありがとうございますさてさて、はい、お次はですね、はい、イドラファンタシースターサーガの最新情報をお伝えするコーナーでございます、うん、はい、ということで、はい、はい、早速このお二人に登場していただきましょう。おお、イドラファンタシースターサーガ田中プロデューサー、そしてチンディレクターでーす。どうぞどうぞどうぞ、どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。いやー、お世話になってきまして、はい、田中さんと陳さんにお越しいただきました。グッズも初登場でね、ね、ということでございまして、すごい、すごいです。お久しぶりですね。陳さんの着てるジャケット、何の革やねんっていうぐらい、いや、いいじゃないですか、素敵じゃないですか。久しぶりの登場なんで、ちょっと気合い入れていきます。いやいや、気合いでございます。はい、ということで、では改めてご挨拶を田中さんの方からよろしくお願いします。はい、イドラファンタシースターサーガプロデューサーの田中です。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。田中さん、はい、はい、はい、イドラファンタシースターサーガディレクターの陳です。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。陳さん、お願いします。お願いします。チリ、はい、はい、お二人、でも今日もこんだけたくさんの方がね、うん、ああやってこうやって、すごいたくさんのお客さんで、なんか熱気にちょっと押されるような感じ。そうですよね、はい、ね、すごいですよ、ね、今日はだからイドラの話、いろいろ情報なんだもん、はい、あのサービス前にはね、うん、何回かあのステーションにも出させてもらって、はい、情報を紹介させてもらったんですけど、うん、はい、今日はぜひ、まあ、この会場の皆さん、と放送を見てくださってる皆さんにね、はい、直接情報を紹介したいと思って、うん、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、うん、では早速ですね、はい、あのイドラ、大型アップデートイベントの情報をですね持ってまいりましたので、嬉しい、早速動画
ご覧ください。ご覧ください。あの、私ジェネと言います。この戦いは終わらせます。私の中で何かが目覚めた気がします。有効射程内に標的を確認。デリデリデリもデリ。しておりますが、はい、それではですね、改めて、説明させていただきたいと思います。スライドお願いします。はい、サービス員からですね、イドラ間もなく半年を迎えようとしております、はい、半年間もなくと言いますけど、ちょっとまだ早い、まあ、ちょっとといつも2ヶ月ぐらい早いんですけど、だいぶ早いです。まあでも感謝祭も始まって、エピソード6も始まって、はい、まあ我々もその波に乗っかりたいなと、一緒にね、エピソード6盛り上げていきたいなということで、まあちゃんと2ヶ月くらい、はい、あの期間をかけて、たっぷりとやりますので、嬉しいですよね、はい、大型アップデートとイベントをですね、この機会に、開始いたします、はい、早速ですね、新キャラの情報、チンの方から紹介してもらいます。お願いします。はい、それでは、早速ご紹介したいと思います、うん、はい、まずは PSO2、PSO2S をプレイしている皆さん、はい、何より全国のジェネファンの皆さん、お待たせいたしました。お待たせしました、はい、今日これを紹介するために来たと言ってもおい、これだけ、これ以外にも陳さんといえばっていうね、はい、サイズ感ですけど、 PSO2S のシーズン1のヒロインジェネがついに、はい、イドラファンタシースターサーガでも登場となります。はい、はい、いや、すごいわ、はい、でイラストの方はですね、ファンタシーPSO2S の、ジェネをイラストをしていただいた、イラストレーターのニーディさん、はいはい、CV も、天宮そらさんやっていただいております、はい、で専用の、列伝ストーリーはもちろんのことですね、うんうん、エレメンタルブラストというイドラの必殺技もですね、はい、キャラクターごとに今紹介、そうですね、画像を映されてますが、こちらのキャラクターごとに、専用のものをご用意しております。いや、これ、ね、これ選ばなきゃダメなんですか。そうなのよ、どっちかを選んでいただきます。いや、うわ、どっちもください、曲の選択。イドラではですね、その、ね、キャラクターを育てると運命分岐という、はい、ローカカオスに分かれるというシステムなので、はい、このカオスのジェネもジェネってなんかよりセクシー。あー、そうですね、悪い子になっちゃってる、ちょっと悪い子になっちゃってる、一体何があったのか気になりますよね、はい、それも運命分岐。これもですね、ストーリーをやっていただくとですね、もう分かる形になりますので、はい、より楽しめますね、二度おいしい。そう、二度楽しめる、二度おいしい、二度おいしいですね、はい、ローのジェネはですね、そのジェネらしさの優しさだったりとか正義感のあったまま、まあ、うん、そのままのここで伸びてるジェネですね。この真っ白なでカオスは、まあ、ジェネらしさもあるんですけど、やっぱり先ほど田中プロデューサーからもあったちょっと悪い子になっちゃった、悪い子になっちゃった。いやいや、ちょっとどころじゃないですよ、はい、そうですね、はい、それぞれあのクラスはですね、主人公のユリーと同じブレイブという、うん、ダブルセーバー使うクラスですね、はい、なっておりますのと、エレメンタルブラストという必殺技もですね、全体攻撃に加えてローの方は回復効果と、うん、あとはリバースラッシュゲージを貯めるという効果、あとカオスの方は全体攻撃にさらにしびれという状態異常を付与する効果になっていますね、はい、はい、ぜひ皆さんご期待ください。はい、はい、では次のキャラクターをご紹介してまいりたいと思います。スライドお願いいたします。はい、はい、うん、リリーパ族の戦士、うん、リリモというリリーパ族の戦士が、はい、かわいい、イドラでも登場いたします、はい、はい、でこちらのリリモに関してはですね、
ハーフアニバーサリー期間中に手に入るアイテムでですね、交換して手に入るキャラクターとなっておりますので、うん、皆さん頑張ってイドラをやってもらえると手に入る、はい、そうですね、なのでプレイすれば無料で手に入ります。あ、そうなんですか、はい、おー、このリリムはパンチで戦う、そのリリーパ族のリリーながら戦うんで、ぜひ、かわいい、イドラのリーを聞いてもらえればと、うん、はい、イドラのリーを、イドラのリーを、はい、イドラのリーを聞きたい、はい、で続いて次のキャラクターに関しましては、うん、メルダーですね。こちらはですね、イドラでは初めて仲間になる、マキナと呼ばれるキャストに似た種族のキャラクターとなっております。めっちゃかっこいい、はい、サジタリがすごいですね。これあれですよね、よく見たらっていうか、さっきびっくりしたんですけど、うん、馬みたいな、あ、お気づきになられましたか。なんて言うんですか、そういうの。もうサジタリウスですからね。ケンタロスみたいな。そうケンタロス、まさに。イドラでは結構セイザーをモチーフにした結構キャラクターの、イテザですよね、いまして、そちらの、イテザの、ゾディアートと呼んでるんですけど、イテザのイドラになることですね。そっか、なのでちょっとケンタウルスっぽい、はい、キャスト、めっちゃかっこいいですけれども、はい、うん、クラスの方もですね、シューターという特別なクラスで、うん、まあ、一旦チャージしてしまうんですけど、その代わりすごい強い攻撃と特別な効果が得られるような技を駆使しますので、ぜひこちらも楽しみにしていただければと思います、うん、はい、リリモとメルダ、リリモとメルダ、で続きまして改めてですね、5大アップデートの内容を紹介させてもらいます、うん、先ほどのジェネ、メルダーなどを含めたこの期間中にですね、星5キャラが新たに7人で、イドラも新しいの3体登場してまいります。すごい、うん、はい、あと突破クエストという新しいクエストですね、うん、これはどんどん先に進むほど敵が強くなるんですけども、うん、まあ、どこまで突破できるかと、最大20ステージあるんですけども、まあ、腕試しになるような新しいクエストが入ってきます。あとこの期間中特別にですね、ハーフアニバーサリー交換所という、スポットが登場しまして、うん、ゲームをプレイするとハーフアニバーサリーメダルという、うん、メダルがどんどん、溜まります、うん、これでさっきのリリも含めてですね、いろんな貴重なアイテムが期間中プレゼントできますので、もらえますので、メダルを集めて、はい、あと超級クエスト、あの、うん、デイリークエストはじめですね、いろんなクエストに、新たな難易度超級が入ってきます。超級ってどういうことですか、はい、今まで初級、中級、上級ってあったんですけど、さらに上に超級って出てしまう、超級、なので、まあ、結構育ててる人はこれでさらに育てやすくなる、やり込み要素です、はい、そうですね、結構突破クエストがやりごたえあるものになってますので、もう今のイドラでちょっと物足りないなって方にもプレイしていただける、はい、なるほど、そして最後にですね、アリーナ、うん、気になりますね、新バトルコンテンツアリーナというものがオープンします、うん、はい、これは陳の方から説明してもらいます、はい、では次のスライドお願いいたします。はい、4月下旬ですね、こちらアリーナコンテンツ、オープン予定しておりまして、アリーナではですね、他のプレイヤーと、戦える対戦型のコンテンツとなっております、うん、ポイントとしましては、普段のクエストプレートと異なりですね、回復データあったりとかバフ効果であったりとか、うん、何より状態異常などもですね、結構駆使したりとか、あとは素早さというパラメータが今まで結構通常プレスところではそれほど重要になってなかったんですけど、まあ、ここに来て素早い順に敵を攻撃できるというところで、今までのプレイ応えと違った新しい遊び応えになるコンテンツとなっております。そしてですね、アリーナに関しては完全非同期でプレイしますので、結構自分のペースでプレイできるというところであったりとか、あとはマッチングに関しても自分に近しい強さから相手の強さも選べるという形になっておりますので、結構対戦ゲームが苦手かなと思う方にも楽しめる作りとなってますので、ぜひ皆さんプレイしていただければと思います。そうですね、非同期なのでいつでも好きなタイミングで遊んでもらえますし、まあ、レベルも相手のレベル選ぶことができるので、まあ、これから新しく始めるみたいな人でもやりやすくなってますね、うん、じゃあこのアリーナで鍛えてみたいな、そうですね、鍛えて戦い慣れてっていうのもありますね、はい、でただ単に戦う要素だけではなくてですね、まあオリンピックじゃないですけど、まあ、参加することに意義がある、はい、毎日ね、参加して戦うだけでもいろんなね、貴重なアイテムがもらえる仕組みを準備してます、まあ、そのあたりね、次回の、感謝祭名古屋会場でですね、はい、詳細な情報を、ね、出てくるんですね、紹介したいと思いますので、ちょっと出し惜しみますけれども、はい、いやそこまで名古屋までお楽しみにしていただきたいと思います。はい、では、続いて、次のスライドお願いします。はい、5大アップデートに続いて大盤振る舞いの15台プレゼントと、これすごいですね、15台ってなかなかじゃないですか。ログインしたりゲーム遊んでもらうだけでですね、全てこれ無料で皆様に、プレゼントしたいと思っております。無料でってすごいですね、まあ、先ほど紹介した、星5のキャラリリも、あとですね、最大100連ガチャ無料、すごい、100連ですごくない、毎日10連ガチャをですね、10日連続で引けます。
はい、スタートする日時はですね後日お伝えするんですけれども、うんうん、これでキャラクターを一気にね手に入れてほしいですし、うん、あと5、5キャラの確定チケットであるとか、うん、スターダイヤとか経験値のアイテム見せたとか、うん、もう大量にダダダダダッと配ります。はい、はい、さらにですね右側の方ですけども、PSO2 のエピソード記念シンボル、うん、これハテナになってて、あ、これ、はい、絵柄、ここはエピソード6のメインビジュアルが入るんですけど、はい、これこの後登場紹介するということで、なるほど、今ここで先に出しちゃうと、はい、フライングになっちゃうから、じゃあ捨てられてしまう、後で見れるっていう、はい、あ、よかった、はい、エピソード6の記念の、シンボル、はい、これ結構いい効果なのでこれも皆さん手に入れてほしいです、うん、あとイドラのメインテーマエンデバーという曲なんですけども、うん、こちら3月19日から公式サイトで、うん、ダウンロードして皆さん聴いていただけますので、こちらもぜひゲットしてください、はい、あと、最後の、15番ハテナになってるんですけど、15番これはですね、うん、まだ実装されてない新アイテムがこの後登場していきます、はい、これもですね皆さんにもプレゼントいたします。あら、そうなんだ、はい、でここにね書いてあるのは最低限プレゼントするもの、えこれよりもっとプレゼント、はい、用意しております。マジですか、大丈夫ですか。もうイドラもね、ちょっと最初は大丈夫なのって思ったぐらい、これ結構だってやってること閉店セールです。ちょっと、ね、ありがとうございます。イドラもエピソード6を祝おうと、そういうことです。お願いします。感謝祭みたいなことですよね。感謝祭、そうだそうだ、感謝感謝、うん、はい、ということで、はい、ぜひですね、うん、ゲームにログインして受け取っていただきたいと思います。はい、それ以外にもですね、過去のイベントキャラクターこちらもですねこの期間で、手に入ることができますので、そうですね、はい、見逃したっていう人はぜひぜひこの機会からでも、はい、遅くありませんので、いいですね、だからスタートダッシュができるから、うん、できるってことですよね。そうです、また改めてエピソード6と合わせてできるというところで、うん、そういうことですよね、はい、いいじゃないですか。この機会に始めてみようとか、はい、ちょっとしばらくお休みしてたみたいな人も、うん、一気に強くなりますね。いやーすごいすごい、ちょっと空いてたりしたらね、はい、大丈夫かなと思いますけども、これいいですよね。確かに、うん、もうこの機会にですね、ぜひぜひ本当に、はい、はい、うん、はい、では次のスライドお願いします。はい、はい、ハーフアニバーサリー自体はですね3月19日からスタートなんですけど、今日、もうただいまからというか今日からですねハーフアニバーサリー前夜祭というのが始まっております。お、はい、もうログインするだけでスペシャルログインボーナスもらえますし、公式ツイッターでもですね大型のプレゼント、まあ、リツイートするとアイテムプレゼントするというのを始めました。はい、ちょうどこの感謝祭スタートと同時に始めたんですけど、じゃあ今日からほやほや、はい、でも30分スタートして30分でもう100万目線、すごい経験値アイテム100個もう突破してます。すごい、はい、早速ですね、バンバンまたさらに用意してますので、ぜひこちらの方も、リツイートどんどん皆さんしていただいて、リツイートするだけですもんね。今もらえたって方もいらっしゃいますか。確かに今ももらえてまいりますね、はい、まだまだ準備しておりますので、こちらもですね受け取ってハーフアニバーサリーにですね迎える準備をしていただきたい。いや、これはこれはすごい、うん、はい、はい、ということで、ね、あ、うん、以上ですかね。はい、はい、いや、なんかすごいですね、本当にこう大盤振る舞いというか。そうだよね、はい、だから名古屋会場でもまた新たな情報がどんどんということですよね、はいはい、ね、まだまだこれだけではない情報が、いやー、これじゃないですか、ますます目が離せないというか、いや、勢いがすごい、はい、ボリュームの大盤振る舞いは、ね、すごいですよね、居酒屋でノリで決めたとかしか全然そんなことない、すげえ感じのね、多少そんなとこもあるめちゃめちゃ考えてる15代とかとりあえず言いたいな、あと1個何かあげようみたいな、すごいすごい、じゃあ皆さんもこの波に乗ってね、イドラぜひぜひね、たくさんの方にプレイしていただけたらね、はい、嬉しいですね、お願いいたします。はい、ありがとうございます、うん、ということで、イドラファンタシースターサーガ田中プロデューサー、そしてチーンディレクター、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでお二人の出演はここまでとなってしまうんですが、ではですね、はい、こちら会場の皆さん、そして、放送グラの皆さんにですね、一言ずつ挨拶をいただいてもよろしいでしょうか。うん、はい、では、田中さんの方からお願いします。はい、ですね、今紹介したように
大きなアップデートイベントでですね、皆さんに、プレゼントをたくさん用意してます。まあ、先ほども言いましたけど、これを機に始めてみよう、ちょっと、また始めてみようという方、いい機会になると思いますので、ぜひぜひイドラでお待ちしております。あとですね、アリーナの情報を次回の名古屋でもご紹介するんですけども、イドラ、初めての他社コラボっていうのも今準備しておりまして、この情報も次回の名古屋で皆さんにお届けできるかと思いますので、こちらもですねぜひ楽しみにお待ちいただきたいと思います。楽しみ、ありがとうございます。はい、では続いてチンディレクターもよろしくお願いいたします。はい、今日ご紹介したジェネであったり、リリーパドックの戦士リリモ、あとはマキナのメルダーといったファンタシースターでも馴染みの深いキャラクターでしたり、あとは種族ですね、こちらの方どんどん活躍していきますのと、アリーナコンテンツこちらの方も入りまして、まあ、ユーザーさんのどんどんキャラクターがですね活躍する機会が増えてきますので、今から育てていただいてもらえれば嬉しいと思っております。またイドラポイントという、イドラをプレイすると貯まるポイントでですね、 PSO2 でお得なアイテムであったり限定アイテムを手に入りますので、これを機にエピソード6と機にイドラもぜひプレイしてもらえようと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。一緒に楽しんでもらえると嬉しいですね。ありがとうございます。ということで、田中プロデューサー、チェーンディレクターでした。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん拍手でお送りください。田中さん、チェーンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。いやもうすごいですね。何が待ってるのかがちょっとね、楽しみ、ワクワクが、ね、5月の、ね、名古屋会場でもまだいろいろとこうご用意しているということで、ね、はい、そうですね、楽しみでございます、楽しみですね。ぜひぜひ PSO2 と一緒にね、プレイしていただいて、ね、はい、はい、うん、よろしくお願いします。はい、はい、続いてはですね、今日は後半のアップデートエクスプレスを先行して PSO2S の最新情報をお伝えしちゃいます。なるほど。ということで、はい、お次はこの方に登場していただきましょう。 PSO2S 後藤ディレクターです。後藤さん、よろしくお願いします。後藤さんだ、お願いいたします。さすが後藤さん、今日も目まぐるしいほどのザウーダン感が。いやいやいや、前回ね、そういえば、ね、前回そんな話を今日も朝からちょっと岩投げてきましたまたノリが、さすが後藤さん、ノリがねすごい素敵なんです。いや本当に前回後藤さんに、うん、後藤さんはザウーダンと似てるからゴウーダンってあだ名つけたんですよ。そしたら視聴者の皆さんにプレゼントするT シャツのサインあるじゃないですか、はい、あそこにもうゴウーダンって自分で書いてる早いですね後藤さん、受け入れ体制すごいですねもう優しい、さすがでございます、はい、ありがとうございます、はい、ということで、じゃあでは改めてもう一度ご紹介の方、はい、後藤さんよろしくお願いいたします。はい、ファンタシースターオンライン 2S ディレクターやっております後藤と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで続いては PSO2S の情報をいろいろとお聞きできるということで、はい、はい、後藤さんでも会場の方はどうですか今、こう来てみて。久しぶりにこういうイベントをやってみたんですけども、まあ、前から緊張してます緊張してますって言いますが、はい、今日もかなり緊張してます、いや後藤さん全然緊張がね、分かんないぐらい。緊張ほぐすために岩何個か投げといて。いいですか、あの辺りとあの辺りと。いやいや、ダメです。どこにあるんですか今。お願いします。はい、でも今日はいろいろお話伺えるということで、はい、はい、早速いろいろお聞きしていっても大丈夫でしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ではまずアップデート情報に入る前にですね、少し謝罪をさせてください。3月6日のメンテナンス後、緊急メンテナンスを行ってしまいました。アイテム強化の不具合によるものでして、ちょっと影響範囲のことを考えまして緊急メンテナンスを行い、至急修正するというふうに判断いたしました。PSO2SPSO2 をプレイされている皆様にはご迷惑とご心配をおかけしました。誠に申し訳ありません。で、開発としましては、こういうミスなどありませんよう今後気をつけて開発していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、では、はい、うん、いいですかね。ではでは、早速ですね、はい、アップデート情報の方いろいろとお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは続いてアップデート情報をお伝えします。今回もですね、盛りだくさんで
参りたいと思います、はい、まずはこちらの PV からご覧ください。どうぞ。私はダブリカノン、覚えていてくださいね。バイオスロン、それが私の名前。アスケユニコンです。女の子を守ります。よう、私はゼッシューってんだ。よく来たな。我こそがスカルシクト。僕はバイオゼクト。頭は回る方だと自負しているよ。どうも、ヒアです。不肖の姉がすみません。話題沸騰のアイドル、クーナとはこの私のことよ。戦闘部司令、ヒュー。俺、ただいま参上。フーリエです。よろしくお願いします。なる子たちがいっぱい出てきました。ね、そうですね、はい、はい、はい、うん、ですね、うん、はい、今ご覧いただきました PV の方が今回、お持ちました PSOS の情報のまとめとなります。はい、はい、うん、今回かなり情報量盛りだくさんになっていると思いますので、これから説明していきますね。お願いいたします。はい、では1枚目お願いします。はい、PSO2S、まもなく5周年となります。早いですね。5周年、おめでとうございます。ありがとうございます、これもね、うん、これも皆さんの応援のおかげと、ようやくこういうふうにですね、5周年という記念の年を向けることができました、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。本当にありがとうございます。アニバーサリーです ね、はい、うん、まだまだですね、改善すべき点とかパワーアップする点とかいっぱいあります。シーズン3もまだまだ続いていきますので、うん、チームメンバー全員ですね、一丸となって面白いゲームになるよう頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。こちらのイラストはですね、後でも紹介しますけども、はい、メインイラストレーターのニディさんの書き下ろしとなります。かわいい。こちらも結構ね、3人で仲良し。そうなんですよ、ね、この真ん中に入ってもいいですか。そうだね、お願いします。どうかちょっとしゃがむんでね、ちょっとしゃがむんで。いや、スワッチ毎回このイラスト見てはぁはぁはぁ言ってる。いやいやいや、でも今ゆいちゃんもね、もう真っ先に今ちょっとしゃがんで入りたいんで、ね、ゆいちゃんはね、一緒にね、入ろう一緒に。最近育乳をしてるって言ってますね。あ、そうですね、育乳。ちょっと待って、何言ってるんだよ。いいですか、この大勢の前ではやめてください。ちょっとこの大勢の前で育乳何を 言いましたけど、あまりあの効果はありません。いやいやいや、そんなことない。これからこれから一緒に頑張ろう。そうですね、前向きに頑張っていきましょう。一緒に頑張ろう。そんなことよりも、はい、すいません、すいません、お戻します。すいません、頑張ってください。ありがとうございます。応援してます。応援してます。応援されちゃいます。互いにね、互いに。はい、では次のスライドお願いします。はい、それで5周年記念クエストとしまして、記念しましてクエストの方の解説をいたします。はい、4月1日から10日にですね、 Android 版5周年を迎えることにあたりまして、スペシャルクエストの方を配信いたします。はい、はい、でそちらの方以外でもですね、あ、そうそう、はい、はい、あ、ごめんなさい、はい、ログインするだけでですね、ラッピーメダル30枚であったりとか、はい、あとストレートリクエストの突破キャンペーンとして似合う、あと毎日ログインで王者の紋章の方もプレゼントするキャンペーンの方を進めていきたいと思います。はい、はい、なんでですね、どん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 こう、はい、5周年を記念するイベントやっていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、はい、ぜひぜひお願いします。はい、次お願いいたします。はい、
はい、4月1日から10日にですね、アンドロイド版迎えることにあたりまして、スペシャルクエストの方、開催したいと思います、うん、であとですね、あと3月6日にアップデートしました、アップデート内容についてのおさらいもちょっとしていきたいと思います、はい、うん、はい、すいません、まずですね、4月4日から始まります5周年クエスト、今まで PSO2S に登場したですね、様々なキャラクターお岩に隠せてくれます、まあ、こちらの絵だとちょっと怪しい2人がちょっと映っていますけれどもあ、はい、本当ですね、はい、で魅力的な報酬もですね、このアフタルのチップなど用意しておりますので、ぜひプレイしてみてください、うん、はい、であと3月6日の方のアップデートのおさらいとしまして、レジャーのフォトンダイスの方遊びやすくいたしました。でこちらの方、コンティニューとあとテンポアップの方を行いましたので、皆さん集めてですね、ロビアクなどいろいろ交換していただければと思います。あ、はい、あとシステム開始としまして、ログインボーナスの方も調整いたしました、うん、で今まで1万5000かける2で3万だったところを、うん、なんと10万経験値チケット10万、10万、はい、で、はい、プレミアム会員に関しましてはこれも2倍の20万、はい、えー、はい、毎日跳ね上がりましたね、すごいですね、はい、跳ね上がりました、跳ね上がりました、うん、エピソード6で入りますファントムを育成するのにですね、はい、今から、経験値チケットと集めてですね、皆さんのスタートダッシュの方を応援できればと思います。すごい、うん、すごい、そういうことだ、はい、ね、うん、はい、じゃあ次お願いします。で3月20日からですね、PSO2 と連動した5周年の特別クエストがスタートいたします、うん、はい、でこちらで入手できるですね、チップのかけら2019を集めると、 PSO2、PSO2S の方でさまざまなアイテムと交換できます、うん、でまたこのイベント等ではですね、 PSO2 の S の方ではトレーディングカードコラボのヒューイのチップがドロップいたします、はい、まあですね、アイテムを集めたりヒューを集めるなどして、こう皆さんでこちらの方を盛り上げてもらえればと思います、はい、で他にエターナルタワーの方もですね、3月13日から新しいタワーの方がスタートいたします、うん、で最下表裏などのチップだけではなくですね、今回星13武器クラーリタビサス NT の方もドロップ報酬となりますので、こちらも皆さん集めていただければと思います。おー、ではどんどん行きましょう。次お願いします、はい、次は緊急クエストの方の情報になります、うん、はい、3月下旬から4月の上旬にかけて2週間、今回は2週間緊急クエストを開催いたします。で今回のターゲットはですね、バンサオランとダークアグラニ、うん、で撃破報酬としまして、初登場となる星14武器、 S オリジナルの星14武器、はい、アレティアレガンの方が登場します。ですね、ゲハ報酬ですので皆さんたくさん、はい、エネミーの方対峙して、このアリティアレガ入手をしてください、はいはい、ぜひ挑戦の方をお願いいたします。ぜひぜひ、はい、なんか強そうですね、結構ね、かっこいいんです。ダークアグラニってこれ何ですか、何ですか、何モチーフにしてんだろうと思って どうやって答えたらいいんですか何ですかって言われて、何モチーフにしてんだろうって個人的に気になっちゃって、強いやつです。あ、そうね、ダークナイさん雲ですよね、うんうん、雲、あ、雲か、はい、うん、確かにね、あの朝起きて家のドア開けて外におったら、とりあえず出かけるのやめるし、やめるやめるとりあえず今日一日こもって呼んでこもってこもって思う、怖いです、うん、油に恐怖です、うん、ね、オランもかっこいい、うん、はい、うん、すいません、ありがとうございます、はい、てっきり武器のことを聞かれる、武器のこともいいです、あれ、あれティア、ピュアだからね、すいません、スワちゃんピュアだから、ちょっと気になっちゃってる、はい、お願いします、はい、はい、では次お願いします、はい、ここからはですね、怒涛のチップ情報になります。どんどん5周年もイラストがかわいい、努力もありますからですね、どん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 チップ出していきます。はい、まずは、はい、冒頭でも紹介しました5周年記念チップ出します、はい、ジェネ、アネット、アフター、この3人がですね、5周年をお祝いしてくれているチップになります。かわいいイラストはもちろん、かわいいですね、ニディさん、ニディさん書き下ろしとなります。はい、初めてこのチップが入ってきたとき、もう会社のチームの中でですね、どよめきが、いや、わかります。やっぱ可愛い子が一つでも可愛いのに3つ集まるんですよ、うん、そう、最高、もう、うん、どういうことっていう、確かにね、3倍じゃないですよね、もう、そう、なんか何乗みたいな、なるほど、なるほど、そういう、すごい、この距離感もたまんないんだよね、たまんないですし、あとこの顔の5っていうやつが可愛いです、このペイントみたいなやつと、ね、人によって大きさが違うのもまたね、なんか5周年のね、確かに、確かに、まあ、そうか、そういうところもやっぱり見る、もう可愛いと思って、確かに朝起きて玄関ドア開けて、ね、そう、ドア開けたシリーズ
出かけるいいよ、ドア開けたいし、はい、うん、すいません、後藤さん、お返しします。ありがとうございます。すぐに返した。ありがとうございます。じゃあまた次ドアを開けたらシリーズなんですけど、後藤さんが乗らなくていい、テンション上がるな、ね、ダメ、乗りが良すぎるから、あの人ダメだ、すぐ乗っちゃうから。まあドアを開けたらアフィンがですね、こういう、いや、これはたまんないですよね。やっぱこれはもう飛び込みます。飛び込む。ね。今回のアフィンからのホワイトデーのプレゼントをイメージしまして、アフタヌーンティーへの招待。うわー、ありがとうございます。そういうことなんだ、アフタヌーンティーなんだ。招待してくれ。もうアフィンですね。ありがとうございます。素敵。ハンカチとかマシュマロではなくですね、ティーパーティーに招待します。ティーパーティー、おしゃれだよね。レベルが違うんだ。おしゃれだわ。おしゃれですよ。あの入れ方は絶対こぼしますよ。数秒後。いいですよ。数秒後ね。そういうものなんですから。ね。素敵です。そうです。はい。こちらのチップも、このカードが上がってきた時にはチームの、はい、女子と一部の男子がですね、どよめきが、一部の男子が気になるな、一部の男子ね。すごいいいですよね、はい、かっこいいですね、うん、はい、ではこちら次いきます。はい、はい、で次は新しい星13チップと星12チップになります。うん、はい、今回追加する星13チップは、夢幻に生きる美女ダブルカノン。強そうなの、めっちゃかっこいい、強そう、すげえかっこいい、すごい、なんか絵の感じもちょっとなんだ、今までにはあんまりなかったような感じですよ ね、 すね、ちょっと独特の、めちゃめちゃ好きな感じです。そして繊細な感じです。すごいね、やっぱりすごい格好をされているっていう。椅子に座ってるんですもんね。はい、そうですね。今回そういうことですね。なるほど。なんか高豪しささえ感じますよね。そうそうそう。高豪しの高豪しの。すごい。いや強そう。うん、強そうです。うん、はい、そうですね。武器イメージしましてね、はい、こういうイメージで武器のイメージさせていただきました。はい、かっこいい。はい。はい、渋谷真野あゆみさんでイラストはレアエンジンさんとなります。うん、はい。はい、で次星12の方がですね、失踪する冷たい眼差し、なんとバイオスローク、バイオスローク、いい、これはもう大きくくくると裸ですよね。いや、大きくくくはないです。あとちょっとですもんね。あとちょっと、あとすごい、でも冷たい眼差しって、冷たい眼差しってなんか、うん、すごい伝わるよね、冷たい、ま、眼差し、うん、ですね、バイオシリーズの中からですね、バイオスロークさんの方が登場いたします。うん、はい、はい、CVU 二枕まなみさんでイラストレーターは川上さんとなります。はい、かっこいいですね、はい、クールですね。はい、どんどんいきましょう。はい、はいはい、で次はですね、新チップ、交換ショップやスペシャルクエストで手に入りますシーズン3のキャラクターチップの方の紹介になります。はい、まずはダークニクスの戦闘隊となりましたアフタル、うん、で仲良しコンビアフタル&リーンで最後はですね、ダークワルツを眠らせるために歌う歌姫アフタルとなります。素敵、はいはい、こちらもですね、プレイすると手に入るクエスト報酬だったりしますので、ぜひ皆さんいろいろたくさんプレイして手に入れてみてください。はい、はいはい、では次お願いします。はい、まだまだルエポノイドのすごい情報が続きます。はい、でこちらの方普通の星11のチップになります。うん、まず1枚目が乙女の味方のアステユニコン、うん、はい、で妖艶なる美魔女ゼッシュ、うん、でオラクル戦隊セイガーズのライバルとなりますスカル三将軍が1人、スカルシュクター、うん、でバイオシリーズの重鎮バイオゼクトとなります。はい、こちらもですね、どん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 毎週のように提供されていきますので、はい、皆さんこちらの方ご期待ください。はい、はい、ではまだまだ続きますね。はい、はい、次お願いします。はいはい、次は、トレーディングカードゲームのチップの情報になります。で好評発売中の PSO2 のトレーディングカードゲームからコラボイラストチップ追加いたします。で今回はですね、双子の情報やティア、前回パティの方出しましたのでセットでついにティア、パティ&ティア、すみません、パティエンティアが、はい、はい、揃います。で戦場の歌姫クーナ、ヒューイ、フーリエと、PSO2 の方で人気のキャラクターたちが続々と登場していきます。はい、PSO2 の、ね、トレーディングカードゲームと合わせてですね、うん、楽しんでいただければと思います。はい、はい、では最後になりますね、うん、スライドお願いします。はい、最後としてましてウェポノイドガイデンの方の紹介になります。うん、はい、話題のですねブルーのホワイトでようやくガイデンの方が3月13日から配信となります。はい、はい、その他ですね、ファルコ・フリント、ホルニス・フィディス、百花繚乱、でセーガー・シールド、セーガー・ジャベリンと、うん、どんどんと続いていきます。はい、はい、ぜひご期
待ください。はい、はいはい、ありがとうございます。いま、いや盛りだくさんです ね、 ねえ、たくさん、いやすごいですね、なんかもう一人一人触れていきたいぐらいでしたけど、ね、そうだね、そうなんですよ、もうそれほど魅力的でね、個性的な、はい、子たちがいっぱいだったので、皆さんぜひぜひ、はい、ゲットしてみてください。はい、はい、ということで後藤ディレクター本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではですね、最後に皆さんにあのご挨拶の方よろしくお願いいたします。はい、PSO2S これから5周年迎えます。今後ともご声援ご応援の方よろしくお願いします。開発チーム一同全力で頑張ってきます。それでですね、あと名古屋会場の方ではですね、ついにジェネさんのコスプレイヤーさんの方もご用意しておりますので、あらまあ、なんだと、はい、気になるぞ本当ですか。はい、どん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 隠し玉いっぱい持っていきます。すごい、楽しみすぎるすごいです、ありがとうございます。チーム全員で頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。後藤ディレクターでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。すげえ、そっか、ジェネさんのジェネ会えるんだ、すごい、気になるよね。だってあれをどうなってるんですかね。どうなってるんだっていう話ですよ。実物がね。そうそうそう、だよね、手をつけなくていいんですよ。やっぱ羨ましくて、いや、やっぱりやっぱうちらね、それですね、欲しがってる。そうそうそう、どんどん逃げたので、欲しがってるじゃん。はい、ということで、いろいろね、いろんな情報をね、はい、聞いてまいりましたが、はい、お次のコーナーもこれ盛り上がること間違いなしだと思います。間違いないでしょう。はい、さてお次のコーナーはどうでしょう。こちらです。ここからはゲストコーナーとなります。はい、今日来てくださったゲストは好評配信中のアニメプソニコミからこのお二人です。テイトちゃん、テイトちゃん、ここが感謝祭の会場なんだね。みたらしさんすごいですよ。ここにいる人みんなアークスなんですよ。じゃあ、あそこにいる人もオラクルでは可愛い女の子だったりするの？あ、ちょっとおっさん、何言ってんだ。それは言わない約束ですよ。中の人はファンタジーってことだね。というわけで、みたらし役の田辺るいです。田辺さん。ケトラ役の引坂理恵です。引坂さん、ようこそおいでくださいました。はい、お座れ、こっちに。すごい、ぜひぜひ。はい、お座らんかい。やかましい二人やな。ようこそ、ようこそ、ようこそお越しくださいました。ようこそ、ようこそ。はい、ということでアニメプソニコミから田辺るいちゃんと木坂理恵さんにお越しいただきましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、よっこい小一って言うの？よっこい小一、よっこい小一って言うの？確かにちょっといいっすね。ありがとうございます。だいぶ、はい、だいぶおじさんが言うやつですけど、ね。はい、はい、ということで今回はアニメプソニコミからこのお二人に来てもらったんですけど、ええ、どうでしょうこの会場の雰囲気は。はい、今ね、お二人ができた瞬間すごい盛り上がりでしたから、すごいですね、皆さんね、待っていて、皆さんのこの声援の凄さがすごいですよ。こんにちは。ライトも、ライトもすごいですから、ライトも、ね、ステージのライトも、ね、すごい、もう、いや、さすがに涙が出そうです。出そう。みんなの愛が溢れてますね。愛が溢れてます。嬉しいです。はい、そんなお二人から今回はもうその大人気のアニメプソニコミのお話をいろいろと聞いていきたいと思いますよ。お願いします。よろしくお願いします。お二人、この PSO2 関連の生放送は初めてです。初めてですか。あ、そうでございますか、ね、いやいや、ありがたいですね。ありがとうございます。
嬉しい、見てたから。いや、ほんと、ずっとね、モニター越しでね、ずっといつも見てた。そう、ずっといつも見てた、ずっといつも見てた見てました。裏でもずっと見てた。ずっと見てた。まさか生でお会いできるなんて思ってなかった。何やこの二人適当なことばっかり言うて嬉しい、感激と思って実在するんだと思って。いやそれは嘘でしょ、絶対さっきめっちゃ一緒にいたやん、ね、いやでも、ね、コスプレの時とかも、うん、まさかのくんどしの方が出てこられた。すごい攻めてらっしゃるな。セガサターンマンだ、ね、セガサターンマンだ。びっくりしました。あ、もうコスプレの時からご覧になっていただいて。そうです、見ました。見ました。そうですか。クオリティすごくないですか、皆さん。すごかったんだろう、やっぱ皆さんの愛がすごいですよね。なんか時間がない中、皆さん作って、そうなんですよ、裏で見ててあんなにできるんだ、私もできるかなって思ったのよ。すごいよ。お二人はコスプレ経験はないです。ないです。やってみたくなりますよね、あのクオリティ見ると。やってみたいです ね, ね, ね。じゃあ時間設けますんで、裏でちょっとサターン、サターンすぎる。サターンマン太ももにガムテープ貼ることしかできない。よくご覧になってますね。いやいや、ね、はい、そうでございますよ、はい、ありがとうございます、うん、ではでは早速ですね、そのアニメのお話をちょっと伺っていきたいと思いますよ、はい、お願いします。聞いていきたい。お、今ちょっとチラッと出ちゃいましたけどね。まだお二人だ。あ、そっか、はい、ヒッキーだよ。よろしくお願いします。ヒッキーだよ。ヒッキーだよ。はい、ありがとうございます、はい、ではでは早速お話聞いていきたいと思います、はい、まずこちらです。はい、はい、このアニメのお話が来た時の率直な感想をお聞かせください、うん、また完成したお話をご覧になっての印象はいかがでしたかということで、はい、はい、はい、では田辺さんの方から伺っていきたいと思います、はい、いや、まさか PSO2 をやってる子たちのお話っていうのが、うん、すごいびっくりしたし、うん、でも逆になんかすごく入り込みやすいというか、うん、なんか感情移入がしやすくって、なんかね、プニッとしたキャラクターではあるんだけれども、うん、実際その PSO2 が大好きな子たちなので、はい、一緒になって、あ、なるほどって、自分も知ることができるし、うん、PSO2 について知ることができるし、そうだね、確かにいろいろ発見があって面白い、うん、そう、なんかこう導入としてというか、こうまだ私も初心者なんですけど、うん、PSO2、はい、だけど初心者にもすごく入りやすくて、はい、やっぱ解説とかしてくれるし、うん、で話も面白いし、はい、なんかなんだろう、楽しい作品だなと思って、うんうん、嬉しかったです、はい、確かにこうなんか PSO2 やったことがない人が見ても、うん、途中でこうね、いろんな情報、本当初心者の方が、あ、そうなんやっていう情報とかが入るからね、うん、すごくなんかそのそこからアニメを通して、うん、あの PSO2 に入りやすいなっていう印象がすごくあって、そうですよね、確かに、それがいいなと思いました。これでもその学園とかのお二人も、はい、あのあれですけど、お二人仲いいじゃないですか。そうですね、いや仲良くさせていただいて。収録の時はどうなってるんですか、お二人別々ですか。あ、皆さん一緒に撮ってます。撮ってます。一緒に撮ってるんですか、はい、へえ。でも仲のいいお二人の やり取りとかも楽しくてって感じですけどね。じゃあそうなのかな、うん、なんで急に聞くじゃないですか。あれどうしたの。いやいや、仲悪いんじゃない。急に記憶なくしたのかな。楽しいです。いや、無理してる感じになってる。ギスギスしない。楽しいよね。楽しいよ。楽しいです。いや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 、もうやめろ。気になる。でも本当に楽しくって、なんか実際にアフレコ現場でも笑いが起きてます。面白すぎて、楽しくて本当に。え、そうやって一緒に撮るっていうのはあまりないんですか、その声優さんのお仕事って。あのアニメーションとしては、うん、あの常にそうなんですけど、作品自体がゲームなので、それからすると珍しい。そうか、そういうことだ。よくなんかね、ゲームとかやったらお一人で撮られたりね、そういうことが多いから、これは違いますもんね。そうですね。なんかあの私も見たんですけど、あのこう1話が3分弱ぐらいじゃないですか。だから本当にすぐ見えるし、今9話まで確かやってるんですけど、もう一気にもう朝、今日朝見て全部見れましたもん。あ、もうすっとね、パッてパッて見れたし、あと本当に面白い。なんか豆知識とか、さっき言ったみたいに入ったりとか、あとテンポがめっちゃいいんですよ。テンポが良くて、あの笑い要素がもうめちゃめちゃユーモアのわーが散りばめられてるんで、見てください。すみません、皆さん見てくださいね。見てください。本当に見てほしい。通勤と
録あんな時間でも見れるぐらいなんで、そう、うん、見やすいから、そう、 YouTube とかで ね、 ね、ただやっぱり電車の中で見てると笑っちゃいそうになるんで、いやでも電車だったんでちょっとね、ちょっとだけ気をつけていただいて、なるほど、本当にそんな時間もかからず見れるので、そう、すぐ今配信分は楽しんでいただけるので超面白いです。うん、はい、ありがとうございます。そしてそしてどんどん聞いていきたいと思います。はい、続いての質問こちらです。ご自身のキャラクターを演じるときに意識していることはありますか、ということ私も聞きたいです。では田辺さんの方からお願いします。はい、とそのキャラクター自体がそのゲームの中でのみたらしっていうキャラクターなので、はい、そういう意味であのちょっとプニット感だったりとかを出すようには意識してるんですけど、はい、あとやっぱりそのゲーム自体が大好きなので大好きなことを話すときにどうしても口調が速くなったりとか熱が入ったりとか、はい、あともうなんだろうな、表情が豊かなんですよね。そういう意味でいろんなところでちょっとアドリブ入れてみたりとか、アドリブ入ってるんですね。すごい、あの凝縮された中に入れたんですか。入れてます。すごい、それこそかっこいい。そう、喋り方もこだわったりとか、はい、だってすごい面白い喋り方してますよね。そうなんですよ。あれなんだ、あれは自分で、自分で田辺さんアレンジってことですか。アレンジもしてます。すごい、へー、すごいな。それこそ最新話の、いちかと、うん、いちかかわいい、そう、一緒に喋ってるやつで、うん、なんだっけな、変身するシーンで、うん、みたらしがなんかこういう、そうそう、やってるやってる、こういう動きしてる時にちょっとアドリブで、うん、ダンス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 って入れたり、あれアドリブだったんだ、すごい、知らなかった、そのまま使われてたりして、もういろいろぶっこんでます。それは田辺さん、その収録のテンションで出てくるもんなんですか。あ、出てきます出てきます。収録してるうちに、あ、なんか楽しいの入れたいなって思って。へえ、それ実際にマイク前でこうやってやってる。あ、やってますよ。嘘でしょ。本当にあのマイクから外れないようにこうやってそれを見たいよ。難しいでしょ、そっちの方が。逆にみんな笑ってますからね、それを。それ笑っちゃう。結構動いてるよね、私。動いてる。じゃあもう、だからそういうアドリブも全然 OK ですよっていう空気感でやってるんですね。全然 OK です。あー、楽しい。そんなこと言っていいのかな。そんなこと言っていいのかな。でも伝わってくるアニメを見てて、なんか僕らもなんかその声の仕事たまにやらせてもらう時とかあって、うん、はい、アドリブとかを入れてみたりするんですけど、うん、監督さんがあの今のなしでもう一回やってくださいって言ったらもう二度と言わないです。我々にはもう到底及ばない。いやいや、チャレンジチャレンジ、すごいアドリブ入れる精神、マジですよ、かっこいいです。それなんですね。そうです。もういや俺もメンタル弱いから、俺今年クリスマスにサンタさんにメンタルもらおうかなって。いやいやいや、だいぶ先やのクリスマスだいぶ先やすごい偉大なものくれる、私欲しい。じゃあ引き坂さんはどうですか、ご自身のキャラクター。うん、なんか私の演じるそのテトラちゃんは本当もう見てわかる通り、もう可愛い、可愛い、ムチムチ、うん、可愛いですよね。もう私の中にある最大限の可愛いをもう、うんうん、よいしょ。顔だいぶ絞り出して、いろいろだいぶ絞り出して、いい顔してたっていうあの気持ちで、あのやらせていただいてて、あのもう これ今の顔が全てを物語って、どこから出したの。ちょっと待って、足のつま先裏すごい大好き出せるものを出して、でもなんかその中にところどころやっぱツッコミだったり、うん、心の声ってのがあるんですよね。確かに。でもさっきあのみたらしさんが言った通り、はい、あれはあくまでも本来の姿でないというところがあるので、うん、その中の何かをですね、中の人の何かも成分も入れつつっていうのはちょっとこだわりつつ、確かにそこの二重ありますよね。ゲームのキャラクターだけと、あと等身大のね、うん、そのね、うん、あのなんて言うんだろう、そのなんかプレイヤーとしてのね、もう一個自分という か、うん、そうか、めちゃくちゃ難しいんじゃないですか。そうですよね、面白い。いや収録現場絶対楽しいだろうな。楽しい、大爆笑です。もうずっと笑ってるもん。笑いますよ。へぇ、すごい。なんか声出さないで笑うって技を覚えるよね。いやいや、もうあのね、関根勤さんじゃないですか。本当だ、どっかで見たことあると思ったら、さっきから引き坂さんの顔芸がすごい。いや最高すぎますよ。負けてられないですね。いやいやいや、張り合ってどうするの。いや顔芸すなって。張り合わんでいい。顔芸すなって。殺してあげて、映してあげて。いや抜いてあげて、そんで顔芸。そうですよ、全然。いやだからやらなくていいから。あれ田辺ちゃん、田辺ちゃんが抜かない。田辺さんは普通にしててね。田辺さんは普通にしててよ。いやでもやっぱ普通にしてて、それがいい、それがいい。あれ腹立つ顔するな。や
もうゆいちは作らんとってよ。いやもうゆいちは作っちゃダメよ。ゆいちゃんそんな、ゆいちゃんダメよ、女優だからね。あれ、あ、かわいい、かわいい、かわいい、怖い怖い怖い、最後え、みんなすごい率直な何のコーナーだったの素晴らしい。はい、そしてではでは続いての質問に行きたいと思います。はい、はい、続いてこちら、演じているキャラクターとご自身に共通点はありますか。あ、どうなんだろう、これは近い部分ってあるんですかね。朝までゲームしますね。あ、そうなんですか。田辺さんもゲーム大好き。朝までゲームしますけど、ただみたらしさんほどすごくはないです、うん、もうあの仕事がどうしても大変って時はちゃんと寝るんですけど、うん、そういう意味でみたらしさんに尊敬してます、仕事があっても朝までゲームしていられるって。でも多分ね、ここにいらっしゃる皆さんの中にもそういう方いらっしゃると思うんです、確かに。仕事があってもゲームするよ、PS を通するよっていう方ね、いらっしゃいますよね。いらっしゃいますよね。さすがさすがさすが、いらっしゃいますよね。もうそういう部分はね、見習いたいなって思うんですけど、似てるかって言われると似てる、あー、でもなんか中のそのままっぽいよ。なんか、あの今こうやってるじゃないですか、すごいお綺麗に映ってるじゃないですか、お綺麗に、お綺麗に、だけどたまになんだろう、素に素というかわかんないけど、みたらしさんでしかない時がたまにある。なかなかわからないもんですね。たまに変態チックになっちゃってる時は、ね、確かに。でもそのお相手の方がそう見えるかもわからないですね、自分で考えるよりも。確かにね。逆にだから田辺さんが思うこう引坂さんが近い部分ってあります？ある？あーでしょ、あーでしょ、あーだよね。あ、だから似てるってことですか？似てあの似てなかったら似てないで結構です。あの私の心の傷がだんだん広がっていくだけなので、あの早くこう言っていただけると、あのまだ声が似てるよ。お、声が似てる、本人や、私の声だからね。本人やね。そうかそうか、面白いな、面白すぎますね。はい、ではでは続いての質問いきたいと思います。続いてこちらです。アニメプソニコミで一番印象に残っているシーン、セリフは何ですか、うん、ということで、ね、でもこれ結構いろんな面白いシーンだったりセリフありますから ね、 そうですね、結構これ難しそうですよね、うん、なんか、うん、あ、私個人的には、はい、あの自分が出てない回なんですけど、はい、ゼクトさんがゼクトさん、はいはいはい、あのジェットブーツについて語る回があるんですよね。あ、あれ好き、ね、はい、性癖暴露っていう、いや、ありました、ありましたね。あのジェットブーツって踏まれたいって、うん、そういうシーンがありましたよ、はい、もうあれが大好きで、私の中であの回がすごいツボに入ってあの回ってすごいのが、その前半がそれなんですよ、うん、で後半みたらしさんとの回で、なんだろう、相手が信頼できる人だったら、うん、なんか装備も昔ながらの強くもないけど、うん、そのままの装備で行くぜって言ってたのに、うん、みたらしさんと一緒に出かけるときはめっちゃガチガチ強い信頼してねえってそのあの回でゼクトさんのあのなんだろう、性格っていうのがすごい出てて、うん、私すごい大好きなんですよ。ご自身が出られてなくてもっていう感じなんですね。全部見てるので、やっぱなんかその中で、うん、あ、やっぱ面白いな、ゼクトさん。へー、面白いな。いや、田辺さんは、田辺さん、うん、私あの1話のあのテトちゃんの言い方なんですけど、あの腰やべえなっていう喋り方がすごい印象に残ってて、グッてなってたとか、そうなんですよ、うんうん、あそこの言い方が好きなんだ。嬉しい、ありがとう。いやでも本当やばいよね、あの細さ、うん、急にね。テトちゃんだっていいおっぱいしてるやんけ。おいやばい、おい、またこっちでもおっぱいの話。テトちゃん、でもテトちゃんのおっぱい良くないですか。いやでも、あの、あのたまにこうちょっとね、あの動きがある時がありますよね。動きが、おっぱいにもね、確かに、あのちょっとね、うん、もう一生懸命言葉を隠してますから隠してます。やっぱ40超えるおじさんに聞く話じゃないですか。なかなかやっぱね、ちょっと気を使わせてしまいました。すごい大人な対応されていたよ。ごめんなさい、ただ恥ずかしいだろう。いいおっぱいだなと思って。あとはやっぱりなんだろう、全体的キャラが濃い。あ、確かに、あの全員が濃い。
それぞれが立ってる感じがね、キャラクターが。それが最高に楽しいですね。確かに。だからそのキャラクター数はそんなに本当いつも3人とか2人の回もあるし、少ないけどめっちゃ濃いんですよ。そうだからその 2,3 人の会話劇でそれだけ面白いっていうのは、そういうことだね。だからしっかり煮込んでるんでしょうね。あ、全然うまくない。そういうの今のうまくないです。その王はもういじってる完全いじってるはい、はい、あそしてですね、あ次の、質問が最後になるんですかね。最後になりますね。はい、じゃあ続いての質問いきたいと思います。はい、うん、主題歌、ニコミュニケーションだ、ニコミュニケーションの収録で苦労したことや意識したことなどはありますかということで、お二人主題歌の方歌われてますが、どうでしたレコーディングの時とか。難しかったです。でもあの曲調って確かにめちゃめちゃ可愛いですけど、歌うの難しそう。そうなんです、曲はすすごい可愛くて素敵な曲なんですけど、難易度が最上位レベルに難しくて曲の難しさ、そのなんか可愛らしい分その難易度を感じて、私そのなんか歌ってそんなにあのお上手ではないところもあるので、なんかあ難しいなって思いながらすごい苦戦しながら歌ってました。歌の可愛らしさはご自身のどこから出してきたんですか。木坂さん、これ何度もやってください。何度もやっちゃう。みんな見てますね。絞り出してるところ最高すぎる。はい、煮込みの間ずっともうすごいよ。大音やな。吐こうとしてますよ、それ完全に。すごいよ。はい、田辺さんはどうでした。私、今までやってきたキャラクターソングの中で一番楽しかったかもしれない。じゃあもう結構テンション上げ上げで。テンション上げ上げ、もう笑いまくり。そんなに達成感のあるレコーディングないなっていうくらい歌った後に気持ちよすぎて面白かったです。確かに楽しいね、感じ。そうですよね、聴いてるだけで楽しいですし、歌詞も PSO2 にリンクしてるんですよ。はいはいはい、そうだよね。あれはいいよね。行ってきたよ、昨日のあのイベントとか。もうこのイベントになんか関連づきそうなぐらい。じゃあもうどこ撮っても楽しい収録だったんですね。もう本当に楽しすぎてずっと笑ってました。なんかこのチーム感が伝わってくる。いいよね、ね、素敵なチーム感で。すごい素敵です、ね、はい、はい、そしてそんなお二人からあお知らせがあるということで、はい、はい、じゃあ引坂さんよろしくお願いします。はい、ではまず私から、じゃあスライドお願いします。はい、好評配信中のアニメプソニコミの第5話から8話を3月22日から24日にゲーム内のムービーライブで配信いたします。フレンドやチームメンバーとぜひご一緒にロビーの大型モニターでお楽しみください。詳細な日程は3月20日水曜日更新のブースト&予告イベント情報にてお知らせいたします。あらまあ、言えるんだ。そうですね、もうこれ、第6話がね、動きがあるやつですからね。あ、うん、そうですね、はい、これがこれ、先ほど言ってた、はい、スクリーンショットのこれ、あのタイグタイグしてるところです。あ、でも私この第5話のところも好きなんですよね。ちくわちゃんがすごいめっちゃ可愛いんですよ。最高です。それがまとめて放送される、はい、ということですね。ぜひぜひご覧ください。はい、はい、そして私からはこちらです。スライドドン。かわいいドン。現在ファンタシースター感謝祭2019でも大好評先行発売中のアニメプソニコミ主題歌 CD ニコミュニケーションですが、一般発売日は3月27日を予定しております。そしてですね、ビートマリオさんとあまねさんが歌うメイントラックのほか、みたらしバージョン、テトラバージョンなど全5トラックを収録しております。購入特典としてニコミュニケーションのミュージックディスクや CD ジャケット柄のマットが手に入るアイテムコードも付属しておりますので、ぜひお買い求めください。気合入った。すごい声出たよっ。陽気な方ですよ。いやもうなんかいいですね。もうまた見たくなってきました。いや素敵です。元気いただけるもん。いや本当です、うん、最高です。はい、ということでお二人、ありがとうございました。残念ながらお二人はここまでとなってしまうですが、はい、ですがですね、あれですよね、最後に、あ
ちょっと待ってくださいね。最後にじゃあの皆さんに一言だけ。そわそわしてますね。どうしたんですか。ちょっと違った。そわそわしてます。ちょっと待って、後で言います。後でね。後で言おうと思って。なのでまずはごめんなさい、田辺さんから皆さんにメッセージの方お願いします。はい、皆さん元気ですか。いい声が聞こえます。ありがとうございます。私も今日の日をすごく楽しみにしていたので、あのこうしてイベントを参加させていただいて、ね、あの PSO2 関連 の, あのこのねイベントを出演することができて、うん、とっても嬉しかったです。嬉しかったですって。なんかでもこの後も出演するんですけど。そうなんですよね、うん、そうなんですよね。実は言ってしまったんですよね。実は、うん、あのじゃあ言っちゃいますと、あの実はこのお二人ステージのラストにミニライブがあるんですけど、はい、そこでプソニコミの歌を歌っていただきます。ありがとうございます、ありがとうございます。やった、生で聴けちゃいますよ。 生歌ですね。これは楽しみですね。そうなんですよ、それが言いたくて言いたくて、うん、はい、ごめんなさい言っちゃった私。いや、ありがとうございます。はい、なんでまだ、ね、お二人とはまた後でねちょっとお楽しみなんですけども、はいはい、あ、はい、フルコーラス初披露。初です。すごい。アニメでも途中までしか流れてないので、すごいですね。そこにかつ私たちの声も入るバージョンということで、うん、それを実際やっていただけるということですね。あら、これ楽しみでございます。なのでこの後も楽しんでいただけたらいいんじゃなかろうかと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます、うんうん、あ、ではじゃあこれであれで終わりですかね。あら、いいですかね、うん、お二人一旦ということですね。一旦お別れということです。一旦お別れでございますかね。はい、はいはい、ということで、このコーナーは最後になりますが、本日一つ目の大きな発表がここであります、うん、まずは皆さんこちらの映像をご覧ください。そうですが、スタッフやキャストなど詳しい情報はこの感謝祭で 順次発表されていくそうですので、徐々に出していくわけですね、はい、情報を、はい、そこをお待ちください。これは楽しみね、これは、すごいですね。
すごいですね。エピソード1から3なんて。だよね。いやなんかもうなんか始まりというか、エピソード2、ピーソード2の。そうね。なんか今見てて熱かったです。ねえ。熱いってなりました。もうずっとプレイされてる方はあのシーンだとかっていうのも覚えるし、そうで始めた方は並行して。そうですね。より楽しめて。そうそうそう。またオリジナルストーリーだからどうなるのかっていう。そうですね。またゲームとはまたストーリーもまた違ってってことでしょうし。前回のアニメで俺らチラッと出ててね。あ、そうですよ。あれ？あ、そう、学園祭かなんかのね。学園祭のシーンがあって、なすなかにしが一瞬漫才してるシーンあるんですけど、客全然集まってない。いや、おかず作画もリアル、リアルやね。リアルじゃないです。そんな、そんなわけない。その、大満員です。いやー、大満員。大満員。大満員。楽しみですよね、すごいね、これ。いや、めちゃめちゃ。しかも、これ2019年って今年です、ね、ですよね。だからもう今年もこれが見れちゃうということで。これは続報に。いやーもうご期待です、本当に。そうでございますね。ルーさんもいるしね。皆さん楽しみにしていてください。はい。